プロゴルファーでタレントの東尾さと子さんがテレビ番組に出演した時のことです。番組では夫である俳優の石田純一さんから言われた思いやりのない一言が話題になりました。東尾さんは家のことを一手に引き受けており、子供たちのスケジュール管理もしていますが、石田さんはそれを全く把握していないそうです。ある時、東尾さんが私はあなたのマネージャーじゃないと注意したところ、石田さんからお前いちいちうるさいな、だから30半ばまで結婚できなかったんだよ、お前俺じゃなかったらとっくに離婚されてるぞと言われたとのこと。この発言にはスタジオの出演者からも驚きの声が上がりました。特に石田さんの不倫は文化という過去の発言を塗り替えるようなこの一言に男性出演者も含めてドン引きの反応を示しました。しかしこのやり取りは笑いに変えられ、番組は和やかな雰囲気で進んでいきました。